そして木下拓哉選手がヒーローインタビューに行きますと、これを聞きたくなります。何か拾えましたか今日は。いやー、どうですか。毎日拾ってますけど、娘が幼稚園に入園して、ちょっと入園式を見に行ったんですけど、すごい心が綺麗になったんで、昨日から入園式の気持ちで試合に臨めたので、はい、いい結果になったと思います。